どうも、クニです。本日はですね、高知市野球場にやってまいりました。今日はですね、徳島インディゴソックスと高知ファイティングドッグスの一戦、ゴリポンが出場するかもしれないということで、やってまいりました。クーニーズから独立挑戦中のゴリポン。そんなゴリポンが本日、本拠地デビューします。この後紹介しますが、その前に、そしてこの日はなんとですね、コラボイベントがございました。こちら。この日、高知ファイティングドッグスはクーニンが一番大好きな野球漫画メジャーセカンドとのコラボイベント開催日。永井さん。はい。この球場外のパネル何ですか、五郎君。今日試合で茂野五郎さんとコラボするんです。コラボイベント。はい。はい、五郎が四国の独立リーグのコーチでやってるっていうところまで確かに確かにリアルにそういうストーリーになってるんで、こちらからちょっとなんとかコラボできませんかっていうことで、すごい企画力ですね。まあそれだけではなくてですね、今日ファインラボ賞、ファインラボ賞っていうのが、はい、ございまして、こちらなんですけど、プロテインが活躍した選手に1年分プレゼントということで、ファインラボさんから提供いただいてますんで、すごい詳しいわけじゃないんですけれども、素材にこだわってるっていうことと、あとこれを実際に作られてる方が、ボディービルやられてるっていうことで、体のことを知り尽くした方が作ってるっていうことも魅力に感じてます。プロテインの選手試飲会を行ったところ、真っ先にやってきたのが、浜選手。ドックス期待の欲しい浜選手、来てもらってます。お久しぶりですね。久しぶりです。プロテインは普段から飲むんですか？普段飲みますね。これはね、ホエープロテインアイストレートだから。はい、アイストレート何か分かる？いいやつっすね。そうそうそう。 WPI は WPC より脂質は 80%、 乳糖は 90% 以上、除去されており少なくなっております。はい、らしいです。いいね、一気飲み。お味の方はなんかめっちゃ飲みやすいですね。やっぱストロベリーのなんかちょっと練乳の味もして、あ、そう、ちょっと美味しいです。こんな時はどうですか？こんな時いいですね。いい、はい、結構水に溶けて、あ、っていうか今ね、さっきかざしたでしょ、今コップを。すごいこっちに来たよ、匂いが。思いますか？うん、じゃ、はい、すごい来るね、匂いが、はい、ゴリ年近いんだな。そうですね、2つ違うだけで。2つ下？下、自分が下です。話しかけやすいし、いろいろ結構仲良くて喋ったりするんで。あ、そうなんだ。そうです、マシンの打撃があるんですよ、うん、バット俺の右やからビビって振ってますね。パーン振ったやのに。なんかこの試合出たんでしょ、ゴリ。そうですね、いやでもその時はその愛媛の平井さんっていう元プロのピッチャーからしっかり粘って、うん、結果三振でしたけど、うん、結構いい内容やったと思います。あ、そうなんや、はい、で今日もし出たら期待できるかな。そうですね、やっぱ自分は打ってほしいですね。ドックスの雰囲気はどうですか、入ってみて。いや、そうです、めちゃくちゃ楽しいですね。楽しい、はい、基本みんな年近いんで、基本みんな仲良くさせてもらってます。うんうんうん。今日ファインラボ賞というのがありますけども、もらいたいです、ぜひ。まあ、問題は味というね、ところですけど、はい、すごいゴリゴリのストロベリーですね。おー、はい、プロテインの味ってあると思うんですけど、あのね、タンパク質独特のね、はい、ちょっと科学的な味ね。はい、まあそれよりやっぱいちごのストロベリーの味が強いかなと思います、うんうん、そうだよね、だから俺にすらさ、はい、風味が伝わってくる。すごい匂いがくるよ、ストロベリーの。一本綺麗なのお願いします。はい、頑張ります。独立リーグ初安打を。はい、そんなゴリポンの試合前練習に密着。合流当初は軟式ボールから硬式ボールへの対応に苦しみ、少し腕を痛めたそうですが、だいぶ本来の球の強さが戻ってきました。遠投もかなり投げられるまでに回復。続いて内野ノックを受けるゴリポン。屈伸してからの送球。キャッチャーはフットワークが重要ですからね。いい球を投げているように見えましたが、いや、ほんの重量ボールや。一人だけボールの勢いが弱く、球が沈んでいることから重力ボールと言われておりました。ちなみに他の選手はというと、
この強さ。そして仲のいい浜選手、浜選手がゴリのバント練習に付き合ってくれました。うわ最悪や。両投げ投手の浜選手、右と左器用に投げ分けます。お願いします。今ティーバッティングされてます、大原さん。こちらがゴリフォンのライバル大原さん。高めのさばき方を熱心に佐田岡コーチに指導されておりました。フィジカル感じる体つきしてるね。ゴリゴリムキムキやね。ブロック技術も高い大原さん。この後大原さんの打撃にも注目。さあそしてゴリポンのフリーバッティング、なんと吉田豊彦監督自らが投げます。そんな吉田監督のボールにゴリポンやや差し込まれております。吉田監督の球は軽く投げてもピュッとくるため、時折バットを折るそうです。現役時代は NPB で600試合以上登板した吉田監督、あまりに差し込まれるのですり足に変えるゴリポン。さあそして間もなく試合開始。いやこんな日に1本出たらな、すごいな。いや出たらいいっすね、うん、バッティング練習だとレベルの差感じてるけどな、ちょっと見てるこっちが。試合はまた違うの。試合違うよ。いいね、正直もんな。この日の先発ピッチャーは元 NPB 選手の藤井投手、キャッチャーは先ほど紹介の大原さん、そしてゴリポンはブルペン捕手のお仕事。かくして試合は始まりました。試合映像はドックス TV に提供いただいております。この試合インディゴ打線が爆発。初回から150キロ近い藤井投手の球を打ち返していく。これは久しぶりに落としてきたか、しかしうまく合わせました。初回から3本のヒットを浴びせ先制したインディゴソックス、なおも攻撃は続く。レフト前ヒット、レフトには浜選手、バックホーム刺しました。浜選手の好返球、これにはゴリポンもベンチで大喜び。レフトの浜翔之介、素晴らしい返球を見せました。さあそして2回終了時、イニング間のアナウンスでは、ご来場のお客様にお知らせいたします。本日の試合にて高知ファイティングドッグスの選手で一番活躍した選手にプロテイン1年分を贈呈するファインラボ賞についてです。365日24時間の実践現場からのフィードバックをもとに、ホエイプロテインでは牛に食べさせる牧草からとことんこだわり、全商品に FQSC マークをつけております。このアナウンスを聞いた選手たちは直後燃えます。まずは2回の裏、先頭バッター、内野安打で出塁します。その後2塁に進塁しフォアボール、ランナー2人をためます。ここでやってきたのがゴリポンのライバル大原捕手。はい、大原選手ちょっとバッティング今調子落としてるみたいなんで、さあ言ってる間に2ボール1ストライクです。大原の4球目打ちました。大原捕手、これは一体入りました。ホームラン、大原選手の逆転スリーランホームラン、試合を一気にひっくり返します。見せましたこのコラボ、メジャーセカンドとのコラボ2デイズ初日。さらに大原捕手の活躍は続きます。
ランナーなしで迎えたこの打席。5球目低めを打っていった。これも大きいぞ。浮いたんじゃないですか。これは入った。ホームラン。2打席連続大原選手2打席連続弾で徳島インディゴソックスを突き放します。大活躍のゴリポンのライバル。そして6回表ついにゴリポンにも声がかかる。ゴリポンやっぱバット持ってるな。ちょっとで言われてるかもしれない。ついに言われてます。代打で出場のゴリポン、ネクストバッターズサークルに立ちます。徳島インディゴソックスはピッチャーが左の勝田投手に変わりました。左対右で起用されたゴリポン、監督の期待に応えることができるのか。バッターは右です。背番号45。ゴリポンついに高知本拠地デビュー。その初球低めのボール見送りました。ワンボール。続くボール打ってきました。やや差し込まれ気味。これはファウルとなります。早いカウントから手を出していくゴリポン。ここもやや差し込まれている。ゴリポンまっすぐに押され追い込まれました。さあ勝った投手何を投げてくるのか。ゴリポン重心低く構える。打ちました。打球はセンター抜けました。ゴリポン独立リーグ初ヒット。この瞬間解説席ではセンターで出ましたね。やりましたね。ゴリポンやりましたよ。ゴリポン独立リーグ初ヒット。ボールが送られますか。そうですね、これは記念ですね。これは一生の思い出じゃないですか。一塁ベンチャーと送られました。いやいや、しっかり戦力になってますよ。本当に本当ですね。はい。ゴリポンヒットの後得点にはつながりませんでしたが、8回、クーニン TV でも以前紹介した150キロを投げる先生松下投手がリリーフ。さあここまで見事な8回の男を演じております松下啓太。この日の最速は149キロ。決めに行ったボール引っ掛けてセカンド松岡軽快にさばきます。3人で抑えました。チェンジ見事3人で締めました松下啓太。そして4点リードの最終回、カーブの回転数3300を誇る平間凛太郎投手。さあどうだ。いやーズバッと決まったインコース。先頭バッターは見逃し三振。これは多分自慢しますね後で。海部さんやりましたよ絶対言うんじゃないですかね。さあこのまま締めるか。変化球を打って引っ掛けたセカンド松尾が取ってファーストへ送る。平間投手も抑えました。結果ファイティングドッグスが5対1で勝利となりました。そしてこの試合の MVP ファインラボ賞はもちろんこの方。そうですね、もう1日、最低3杯朝起きた時、練習中そして寝る前と3杯を飲んでしっかり筋肉つけてまたホームランを打ちたいと思います。いやえぐいですよ大原さん。ありがとうございます。僕ね初めてね独立リーグ見ましたよ、はい、センターバックスクリーンのホームラン。そうですね、まあ、打った瞬間はセンター深いとこいいくらい取られるかなっていうぐらいの感じで自分は走ってたんですけど、あのガシャンって音がして自分でもびっくりしたんです。多分ベース一周回るのは結構早かったと思います。うん、さあ味の感想はいかがですか。いやとっても飲みやすいです本当に。で溶け残りもなくて本当少ない水で、うん、ダマもできないから、うん、とても飲みやすい感じ。ちょっと一人では多分飲みきれないんで、はい、あのみんなに分けたいと思います。はい、はい、ゴリポン初安打おめでとう。素晴らしいね。
監督にはどんな風に伝えられたんですか？まあ一応僕ブルペン入ってたんで、その、まあ、もう一人のキャッチャーのことに変わって、まあ、準備しとけよっていうことを伝えられました。監督とコーチ両方ともね、彼はやっぱり実戦向きだねっていう風に言ってましたけど試合の打席に入るとやっぱり全然入り方が違います。ということでゴリポンさん、これで独立リーグ通算打率が5割になりましたあとね、ホームラン打ったら大原さん、さすがにね、プロテイン20キロ多いということで、ゴリポンも飲めよと。ありがとうございます。タンパク質取りながら、これからね、暑い夏場だから、しっかりとね、こういったね、プロテインを取ってコンディションを維持して、はい、これからも活躍して打率5割をキープしてくださいよはい、頑張ります。以上、ゴリポンの活躍でした。めがけ朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。